おはようございます。本日は、足元が大変よろしくない中、私どもの、決算の説明会にお越しいただきまして誠にありがとうございます。では早速、説明の方を始めさせていただきたいと思います。ではまずは、ページ2ページですね、決算の業績のハイライトでございます。すでに、単身の方でもって、ご案内させていただいております通りですね、この15年8月期の、じゃあ18 16年8月期の、決算でございますが、売上高は、計画を若干でございますが上回ることができましたけれども、残念ながら営業利益、経常利益、そして当期純利益ですね、計画に、至らずという結果になってしまいました。誠に申し訳ございません。見れば一目瞭然でございますが、売上総利益が 0.1 ポイント足らず、販管費が 0.1 ポイント上回るという状況になってございます。主な要因としましては、やはり今私どもが進めておりますワッツブランドの再構築ということ、これが16年8月期の中でですね、進んでいったけれども、その効果を出すのには少し時間が足りなかったと。最初にコストがかかった、それを十分に回収するに至らなかったというところ、それから粗利の改善につきましては、商品の価格の仕入れ価格の見直し等は進めていったものの、やはり、一部ですね、私どものお買い得商品のところについては残念ながら十分な粗利の改善ができず、そしてもう一つ海外事業が拡大するという中でもって海外の卸売部分の売上構成比が伸びたということもあってですね、売上総利益率が残念ながら改善するには至らなかったというところでございます。ただ一つ言い訳のように書いてございますが、EBITDA でございますか、こちらの方、やはり今ワッツブランドの再構築ということに向けて新しい投資を行っている、そちらの方の投資の分を、踏まえて、こちらの方すると、前期と比べるとこちらの数字は改善傾向にあり、この投資がこの進行期以降ですね、新しい利益を作っていくというように、していこうとしているところでございます。下のところですね、先ほど申し上げた通りですね、ワッツブランドの再構築というものは、今着実に進んできております。前々期末ですね、15店舗であったワッツブランド店舗が、16年8月末では115店舗、100店舗増えてございます。こちらの方が先ほど申し上げた通りですね、コストを押し上げる要因の一つにもなりましたけれども、基地運にですね、その規格については修正改善を進めており、私どものレベルに見合ったコストでの出店というものを今目指してさらなる改善を進めているところでございます。これが進んでいくことによって再びですね、高い収益性というものを実現できるようにしていきたいというところでございます。それから出店店の状況でございますが、前期102店舗の出店ができております。計画が98でございましたので、計画を若干ではございますが上回る出店はできている。ただ前期に関しましては非常に閉鎖店舗が多かった、これは最近の傾向としてはそういった傾向があるんですけれども、前期はさらに多かった。特にですね、
まあ、スーパーマーケット業界の業界再編に伴う、まあ、いわゆる M&A の進行の中でですね、まあ、買収された側の方の店舗の閉鎖が、相当数あったと、そこの中で、まあ、前期に関しましては私どもが出店しているスーパーマーケットのところでもって、閉鎖店舗数が相当数あったということでございます。ただ、出店数というものに関しては、まあ、確保できている。でそれは今足元の状況もそういう状況は続いておりますので、今後とも、まあ、相当のレベルの出店は継続できるものというように考えてございます。その他の事業のところで、ファッション雑貨事業のボーナビータにつきましては、まあ若干ではございますが 106.4% という売上高の規模で、まあ、売上高を伸ばすことができてきております。そしてこちらの方ですね、今期4月にですね、別会社に移行してございます。これはボーナビータ事業の、まあ、採算が取れるという見通しが立ったためにですね、別会社に移行し、そして、まあ、その内容の明確化を図るとともにですね、そして責任も明確にしていこうというところでございます。まあ、あの前期につきましては残念ながらですね、ちょっと閉鎖店舗を増やしたためにですね、利益を確保するには至っていないんですけれども、今期以降、新興期以降はですね、黒字の実現ができるという見込みを持って計画を立てております。それから先般発表させていただきましたソストレーネグレーネというですね、デンマークのファッション雑貨の事業でございますが、今月28日にですね、表参道に1号店を出店するということが決まっております。まあ、この16年8月期につきましては残念ながら売り上げはございませんで、コストのみの部分でございましたけれども、今期以降ですね、まあ、売上利益に貢献していってくれるものというふうに期待している事業でございます。さて、海外でございますが、海外の方は前期比 177.7% ですね、非常に大きな伸びを、まあ、実現することができました。ただ本来ですね、この第2クォーターまでの勢いですと本来は 4% 台後半の、構成比を実現できるくらいの勢いがあったというように認識しておりました。ただ、途中でですね、まあ、海外事業の一番大きなボリュームゾーンであるタイの事業でですね、少し、まあ、具合の良くないことが発生しておりました。というのは、ちょっと急激に、事業規模が拡大していった中でですね、まあ、店舗のレベルの、まあ、維持ができなかった、特に、まあ、スタッフの、急激な増加でもってスタッフの教育が残念ながら十分にできていなかったこと、それから、まあ、デリバリー等のところでもってですね、少し不具合があって、店舗の方に欠品が生じてしまい、残念ながらですね、既存店の数字が 90% を割り込むというちょっと非常事態が発生したということがあってですね、緊急の措置を取り、まあ、プロジェクトチームを作って改善策を講じた等がございまして、タイの出店が第3クォーター以降スピードダウンをしてしまったということがございました。それからマレーシアの方につきましてはフランチャイズのライセンスが取得できてですね、本来はこれから拡大できるという、まあ、環境は出来上がったのですけれども、残念ながらですね、今マレーシア経済が非常に、まあ、停滞していると、特に、小売りのところでですね、ここ数年間の間にできた新しいショッピングモールの方の状況が甚だ思わしくないという状況が
ございます。そういった中でですね、ライセンスは取れたものの、本来はこれでもってですね、急速に拡大をしたいという計画を持っていたのですが、今の段階では、あまり急激な拡大ができないという環境にあるということがございまして、こちらの方も、スピードアップには至っていないところでございます。その中で、ペルー、これは非常に良い状況が続いてございます。もともと前期中ですね、2店舗だったものがですね、16年、8月期中にですね、3店舗新たに出店し、売上規模は 6.5 倍に、なりました。ただ、こちらの方ですね、急速な拡大といえば急速な拡大なんですが、年間3店舗という、抑制的な出店をして、こちらの方については店舗レベル、それから人員の育成ということに心がけながらやっておりますので、こちらの方が今後ですね、タイのような状況になるというふうには考えてはございません。でまたこちらの方につきましては、今後ですね、周辺地域への拡大、それからペルー国内のフランチャイズ事業の展開等によってですね、さらなるスピードアップを図っていきたいというところでございます。ただ先ほど申し上げた通りですね、一番ボリュームゾーンのところでもって一旦スピードがダウンしたということもあってですね、ちょっと今後のことについて見直しをするという状況にはございます。さて、そのような結果ですね、100円ショップ事業の全体の構成比は 91.4% ということでですね、前々期と比べまして 1.4 ポイント構成比がマイナスになってございます。一方海外の方がですね 2.4% から 4.1% へと拡大してございます。その他の事業につきましては 4.8% が 4.5% という形でもって若干のマイナスということになっております。トータルで 3.9% の売上の伸びを実現しましたが、そのうちの約半分強が国内の100円ショップ事業、半分弱が海外の、海外事業による売上高の伸びということでもって、成長を実現しております。ぜひですね、今後も、国内の事業のさらなるレベルアップを図りながら、海外の方の拡大をさらに広げられるようにしていきたいというふうに考えております。さて、その後6ページ7ページ8ページのところでですね、100円ショップ事業、国内の100円ショップ事業のことについての説明がございます。前期ですね、16年8月期はワッツブランドの再構築に取り組んだ年でございました。そこの中で新規出店のワッツ店舗と同時にですね、既存のミーツシルク店舗のワッツブランドへの改装ということを実施してまいりました。それがあるためにですね、既存店は伸ばせるということでもって取り組んでまいりました。結果として 101.4% という既存店前年比の数字を作ることができております。ただ当初の目標は 102% でございました。そこには届かずという結果でございます。その要因の一つとしましては、昨年11月ですね、この11月は非常に暖かくてですね、冬物が売れなかったということがあって、既存店の数字が 98.2% という数字になってしまった。そして今年の8月ですね、今年の8月に関しましては台風が非常に多く上陸したということがあってですね、残念ながら 99.8% ということで、こちらの方も 100% に至らなかったというところでございます。この2つはやはり、だいぶ大きなマイナス要因ではございましたが、ワッツブランドのへの改装によってですね、それを、カバーすることができなかったということも事実でございます。ぜひですね、私どもワッツブランドの
まあ、集客力をさらに高めていって、ぜひですね、今期も 100% を上回る既存店の数字を実現していきたいというふうに考えております。で、先ほど申し上げた通りですね、出退店につきましては、出店は非常に順調であったけれども、残念ながら閉鎖店舗が、多く、純増は20店舗にとどまってしまったというところでございます。で、この傾向につきましてはね、これほど の閉鎖店舗というのは、これは異常値であるというふうに考えておりますけれども、今期16年8月期にですね、計画していた49店舗の閉鎖というのは、今後のこと、今の足元の状況を考えると少し楽観的な数字であったというふうに思います。この進行期以降の計画につきましては、閉鎖店舗につきましては、やはり過去の実績に見合った形でもって、60店舗以上の閉鎖ということを前提に計画を作ってまいります。そしてちょっとですね、ぜひご確認をいただきたいのが、実は8ページの輪厚店舗の出店および改装、そして退店の数字でございます。昨年の2月からですね、輪厚店舗の出店改装がスタートしております。輪厚ブランドを再構築するということでですね、当初の、まあ、出店コストというのは、まあ、私どもが今までやってきた、まあ、ローコストの出退店のモデルからするとですね、非常に高コストのものでございました。これは、まあ、やはり今までにないものを使っていくということでですね、通常から考えても少し高いなという状況になることについてはやむを得ないということでもって、進めていっておりました。でこの第一クォーターのところにつきましては、基本的には、まあ、15年8月期の当初の企画とほぼ同じ形でもって出店をして、出店および改装をしておりますので、このワッツブランドの店舗については非常にコストがかかった状況にございました。したがって第一クォーターの損益というのはやはり利益面でもって残念ながら、まあ、十分ではなかった。そして第二クォーター、この出店と改装が非常に少なくなっております。やはり、ちょっと今のままのペースでもってですね、その高コストの出店そして改装を進めることについてはちょっと具合が悪いということで、ここのところでもってブレーキをかけたところでございます。その後第3クォーター非常に、まあ、出店が増えております。これは第2クォーターで抑制した分の、まあ、それが第3クォーターに回ったものもございます。ただしここの中で、ここからですね、コストを抑制したワッツ店舗の出店が始まっておりますが、第3クォーターに関しましてはやはり、前の企画と同じ企画の出店も含まれておりました。したがって第3クォーターの損益という面でいくとやはり、まあ、残念ながら十分ではないという結果になっております。で、第4クォーターにつきましては、これはここからですね、いわゆるテナント型店舗につきましても、ローコスト型の店舗ですね、ワッツウィズという名前でもってですね、サブブランドの店舗を私ども委託販売用のブランドとして作っていたんですが、テナント型の店舗でもワッツウィズというタイプの出店を第4クォーターからスタートいたしました。これはもともとですね、ワッツ店舗というのはワッツのイメージを作るということで、床壁天井をきちんと自分たちの仕様でもって作りますよということを前提にしていたのですけれども、ワッツウィズ店舗につきましては、床壁天井につきましては使えるものは既存のものを使うという形にしてございます。8ページのところの写真
でございますが、これは床も天井も既存のものを使っておりますので、当初企画している和津店舗とは若干仕様が異なっていると同時にですね、コストも大幅に異なっているものでございます。という形でですね、コストをコントロールして出店をした結果として第4クォーターにつきましては、損益の面ではきちんとした数字が出せているというところでございます。今期この進行期以降につきましては、この第4クォーターの取り組みに基づいた形でもって出退店を進めてまいります。これによってですね、もう一度コストのコントロールの効いた形で、出退店、100円ショップの展開ができるようになっていくというふうに考えております。ただまだですね、こちらの方、ワッツブランドの底上げということについては取り組みをしていかなくてはいけない状況にはございます。ぜひですね、さらなるレベルアップ、そしてコストコントロールを進めてまいりたいというふうに考えております。一方、国内のファッション雑貨ボーナビータでございますが、もともと出店が3、閉鎖が4という計画のところ、出店が4、閉鎖が6ということになりました。また、既存店につきましては 105% という数字ができております。間違いなくですね、ボーナビータの個展のレベルは上がってきているというふうに認識しております。その中で閉鎖店舗が計画よりも多くなっているのは、収益性のあまり思わしくない、要は採算がほぼほぼイーブンである店舗につきましても、16年8月期中にですね、余分に閉鎖をし、今期の収益性の改善を実現しようというふうにしております。そのために前期は若干でございますが、ブレイクイーブンには届かずというところにとどまってしまいましたけれども、今期以降につきましてはですね、きちんと出店を利益を実現していけるというふうに計画をしております。ただまだですね、こちらの方もう一段の既存店のレベルアップが必要だというふうには考えております。というのはですね、こちらの方の店舗、私どもは基本的にはファッションビル、駅前のファッションビルの中での出店というものを考えております。どうしてもですね、そういったロケーションは家賃が高い、したがって坪当たりの売上高というものが相応のレベルでもって実現されないとですね、やはり良いロケーションを獲得していくことが難しいということがございます。やはり前期 105% ではあったけれども、今期もう一段ですね、既存店の数字を上げて坪当たりの売上高を上げる、それから商品の改善をしてですね、あらり率の改善を実現するということをしていかないとですね、今後、今現状もですね、だんだんといいロケーションに対して出店のオファーをいただけるようになってきているんですが、それに十分に応えていける出店ができないと、その実力をぜひ今期来期の間に作ってですね、今後のさらなる飛躍につなげていきたいと考えております。さて、その次、10ページ11ページが海外でございます。先ほど申し上げた通りですね、売上高は、今期にか、あ、前期ですね、16年8月期に関しましては予算はクリアしてございます。ただ、本来であればこれを大きく上回る形でもってですね、前期終わりたかった。ただ、残念ながらタイの方でもって、ちょっと現場のオペレーション上問題が発生していたためにですね、途中でもって、伸びが鈍化してしまっているというところでございます。特に問題だったのが、
やはりですね、スタッフが十分に教育されていないという状況がありました。タイの事業はタイのセントラルグループとの合弁事業でございます。セントラルグループは大きなスーパー、大きなデパートを運営している会社であり、基本的な考え方というのはやはり本部主導のコントロールというものを目指しています。そのためにタイの小物屋につきましてもですね、本部主導のコントロールでもってオペレーションを進めようとしておりました。発注も本部が行う、ということです。ただ残念ながらですね、そこのところでもって、その発注のレベルが十分じゃなかったためにですね、現地に必要な商品が届かない、それから、デリバリーのコストを抑えるために今までは週2回出荷していたのを週1回の出荷に改めた結果としてですね、やはり売れ筋商品が週末に欠品するという状況が発生してしまったということがあってですね、既存店の数字が 90% を割り込むという異常な事態に陥っておりました。で、これに関しまして、私どももスタッフを現地にですね、余分に派遣して、すぐに、状況の分析を行い、現地の、責任者とともにですね、プロジェクトチームを作って対応を行いました。その根本的なですね、人員の教育であるとかオペレーションの手直しということについてはすぐには対応ができませんので、まず商品の投入を行いました。新規商品の投入を行って、空いてしまっていた売り場を埋めるということをまず行った結果ですね、7月以降は既存店の数字の 100% の回復は実現しております。ただやはりですね、人員の育成の問題、それからオペレーションの見直しの問題、特にデリバリーの問題、それから商品選定の問題等ですね、解決する必要がある問題が多く出てきております。これについて今全時ですね、その対応を取っているところでございます。その後ですね、私ども1名余分にですね、タイに人員を常駐させて、現地の責任者と一緒にですね、その対策について、検討するとともにですね、実施を行い検証を行うということを進めております。ぜひですね、このことによってですね、今後再びですね、タイの方が出店速度を上げられる状況にできるようにですね、対応していきたいというところでございます。これについては相応にですね、今対応が進んでいるというふうに認識しております。ただタイの出店に関しましては前期の途中よりですね、一旦スピードダウンをさせている。そして今期中についても少し出店については抑制をしている。その後の計画についても今の段階では元のような形でもって出店をするという計画は今の段階では立てにくいという状況にはございます。ぜひですね、これについては早い段階でもって対策が出来上がり、そして再び出店のスピードを上げるようにしていきたいというところでございます。はい。その他ですね、先ほど申し上げた通りペルーにつきましては国内の出店については順調に進んでおります。この新興期につきましても直営店舗の出店についても今までのような形でもって出店は進めてまいります。それ以外にペルー国内でのフランチャイズの展開、それから周辺諸国ですね、メキシコ、コロンビア、チリの展開につきまして、この来年の1月にですね、メキシコでもって
卸売型の店舗でございますが、パートナー企業による出店がスタートすることが決まりました。ぜひですね、これをさらに広げて、いきたい。今のところそれ以外のコロンビア、チリについても、いくつかの企業との交渉が進んでいるところでございますし、ペルーの中でもフランチャイジーとしての交渉が進んでいるところでございます。ぜひ、計画を上回る形でもって今度はですね、海外を拡大させていけるようにしていきたいというふうに考えております。さて、12ページのところ、あらりの問題でございますが、先ほど申し上げた通りですね、100円商品に関して、国内の100円商品に関して、あらりの改善ということについては、残念ながら十分に進んだとは言い難い状況でございました。ただ、足元のところでは、改善が進んできておりますので、この進行期につきましては、あらりの改善というものは実現されるというように認識し、そのように計画しております。そうですね、ぜひですね、これにつきましては必ず達成させていきたいと思います。一方、コストの問題でございますけれども、人件費の増加ということにつきましては、やはり、これは避けられないことというように考えております。前期につきましても、やはり、コストの伸びの中で一番大きなボリュームは人件費の2億7100万円という数字でございます。すみませんでした。こちらでございますね、13ページでございます。2億7100万円という数字でございました。今期につきましても、もうすでに10月よりですね、最低時給の引き上げということが実施されておりますので、今期につきましても人件費の伸びというものは相当あるものというように計画の中にも織り込んでございます。そこの中で先ほど申し上げた設備費の増加というものを抑制する、コントロールするということが私どもにとっては非常に大きな課題になります。こちらの方につきましては、今期につきましては、騒音のコントロールができるという状況になったというように認識しております。ぜひですね、こちらの方のコントロールを実現して、再び増収増益という状況を作っていけるようにしていきたいというふうに考えております。14ページ15ページのところですね、BS およびキャッシュフロー計算書につきましては、特段大きなことはございません。ただ、先ほど申し上げた通りですね、出店および、改装に伴って、商品および製品の金額が、これが、伸びているというところでございます。こちらの方につきまして、今期はコントロールしてまいりたいというところでございます。キャッシュにつきましては、今期ですね、営業キャッシュフローがマイナスになるという状況はもうこれは改善されておりますけれども、その他特段、大きな特殊な出費および、キャッシュアウトはございません。この進行期の、計画でございます。売上高480億円、前期比 4.0% の伸びを実現させたいというところでございます。営業利益、13.6%、13% 以上の伸びというものを、実現していきたいというところでございます。ぜひこれについては、これを上回る形でもって達成できるようにしていきたいと考えております。で、その中でちょっとこちらは省いてですね、基本的には100円ショップの伸び、これがやはり大きなコアでございます。そのためにもワッツブランドの再構築ということはやはりもうどうしても必要なことである。やはり国内の100円ショップ他社のレベルは非常に上がってきている。我々だけが
いつまでもローコストでやっているから我々はこれでいいんだというわけにはいかない状況にあるというのが現状でございます。それに対する対応をこの2年間やってまいりました。今期以降ですね、それをきちんと実現して売上高だけではなく収益性も実現してまいりたいところでございます。特にですね、ポスレジを利用した売れ筋商品の把握、新出商品の把握に伴うですね、商品構成の見直し、そして在庫のコントロール、そして、発注支援システムというものをこれをレベルアップさせていくことによって、店舗の商品構成の改善、そして、在庫のコントロールというものを実現してまいりたいというふうに考えます。そして、海外事業ですね、こちらの方につきましても今足元にある問題を早急に解決して、さらなるスピードアップを実現してまいりたい。さらに、今計画には含まれていない新しい国地域への店舗展開というものを実現させて、計画を上回る形でもって売上高を実現していきたいと考えております。その他の事業、特にボーナビータ、そしてこの10月から始めるソストレネグレーネにつきましてはですね、今まではその他の事業につきましては残念ながら収益を実現している部門ではございませんでした。今期以降につきましてはここの部門でもきちんと収益を積み上げていけるようにしていきたいというように考えているところでございます。はい、ぜひそれを実現していきたいと思います。で、すいません、ワッツブランドのところでございますけれども、24ページ25ページのところにございますが、もともとですね、やはり、他社様が非常に、おしゃれな綺麗なお店を展開していく中でですね、私どもがもともと得意としていたローコストの店作りということで言うとですね、私どもの小型の店舗につきましてはそれでもって十分にやっていけるというふうに思うものの、残念ながら大型の店舗ですね、ロケーションの良い店舗につきましては、競争でもって勝っていけない、出店ができないだけではなくって既存店の契約の継続ができにくくなるということがあって、これは必然的にこれをやらざるを得ないという形でもってワッツブランドの再構築をスタートさせてまいりました。そこの中でやはり最初の段階では非常にコストが大きい出店、店作りになってしまっていましたけれども、それをですね、今、ワッツの、レベルに見合ったですね、コストによる店作りというものが出来上がりつつございます。さらに、ワッツウィズというタイプの店を作ってですね、さらにコストを抑制した形で売上高に見合った形の店作りをできるような形になりました。この中でもって一番右の上の店舗がこれから先もワッツタイプの店としてやっていく店になる予定でございます。一方その他のところの店ですね、右下の店もきれいにできていますが、このタイプの店は今後ワッツウィズという形でもって作っていく。特に今左側の上ですね、先ほど見本にあった写真でございますが、このように床壁天井については、既存のものを使う形でもってコストをコントロールしていくということが今後の重要なポイントかなというふうに思っております。一方、左下のところにある、委託販売型の店舗でございますが、これは全く新しいスーパーマーケットさんの中でもってですね、展開している、いわゆる通路の中のいくつかの棚についてですね、100均コーナーを作らせていただいているタイプの委託販売店舗でございますけれども、こういったような売り場
につきましても、従来よりも見栄えの良い形でですね、展開をすることによって、まあスーパーさんの、まあ、売り場の中にですね、きちんとマッチするような形の、売り場作りも進めていきたいというふうに考えております。で、まあ、ポスレジの導入につきましては、今足元でもって、342店舗の導入が進んでおります。今期中に409店舗の導入を済ませる予定でございます。1000店舗以上ある中でもって409というのは非常に少ないように思えますが、私ども実は半分の店舗が委託販売店舗でございますので、まあ409店舗になりますと、売上高が相応にあるですね、テナント型の店舗は全て網羅する形になると思います。これによって、まあ、テナント型の店舗 におけるですね、発注のレベルアップ、それから、まあ、商品構成の適正化というものを実現してまいりたいというふうに思っております。まあ、特にですね、今非常にですね、店舗のパート従業員の確保が難しい地域が出てきております。そういった中で発注作業の軽減ということがやはり非常に重要になるなというふうに考えております。そしてもう一つですね、その、まあ、売れ筋商品を把握して、まあ、商品のコントロールをすることのとプラスアルファですね、店舗における月別のですね、コーナー展開というものを今実施しております。ワッツ型店舗およびまあ大型のミーズシルクの中でですね、まあマンスリーのマーチャンダイジングということでもって月ごとにコーナー展開を進めております。私ども今まではこういったまあコーナー展開というのは、いわゆる季節ごとのコーナー展開しかございませんでした。それプラス12回のコーナー展開というものを実施するようにしておる。これはやはり既存店の売上増、集客増につながっているところでございます。これもやはりポスレジを導入してですね、売れ筋状況を把握しているということがあって展開が可能になってきていることでございます。さて、今までちょっと触れてなかった天野というですね、ファッション雑貨の業態、問屋業でございますが、こちらの方、残念ながらずっと赤字が続いてきてしまっていたところでございます。16年8月期につきまして、本来はブレイクイーブンまで持ってきたかったんですが、そこまでは至りませんでした。ただ、前々期のですね、15年8月期の赤字からするとですね、大幅に赤字を圧縮することができております。赤字幅は約4分の1ぐらいに圧縮することができました。足元9月の状況も、まあ、一応ですね、予算に、通りの状況になってきておりますので、今期こそはですね、これをきちんと黒字化していきたいというところでございます。最後でございますが、この10月に、まあ、始めます、デンマークの、雑貨店舗、ソストレーネ・グレーネという店舗でございますが、こちらの方、まあ、デンマークおよび、まあノルウェー等の北欧の地域を中心にヨーロッパでもって100店舗以上の展開をしている、ブランドでございます。まあ、特にですね、まあ、デンマークといいますとフライングタイガーというですね、雑貨屋さんが非常に好調で、まあ、店舗展開しております。そことはですね、だいぶテイストが違います。フライングタイガーは面白い商品を扱っている雑貨屋さん、ソストレーネ・グレーネというのは、かなり北欧的なナチュラルな生活用品です。実際に生活の中でもって使う商品なので、どちらかというとリピーターを獲得しようとする、まあ、事業でございます。
で、そのテイストが日本人に合うなということと同時にですね、実はこの、まあ、ブランドは実は毎週ですね、新規商品を投入し店頭の品揃えを変えていくということをやっています。これができているというのはファッション雑貨としては非常に強いのではないかというように認識しています。毎週ですね、100アイテムぐらいの新しい商品が入ってきます。で、その商品を1週間でもって売り切る、まあ実際全部は売れないんですよ。残った商品につきましては別のところに持って行って、店頭の商品は全部入れ替えると、店頭というか一番正面の商品ですねという形でもって展開するので、要はリピーターのお客様が、まあ、いつ来ても新しい商品があるよというところが非常に強みであると。で、ここに写真がございますが、これ並んでるのは別に新規オープンじゃないんです。要は新しい商品が投入されるよというのをネット上でもって開示するんですね。で、それが要は、既存のお客様が要はその商品を求めて、その新規商品導入の日に列を作ってくれるというタイプのショップなんですね。ぜひ日本でもそういった状況を作っていけるようにしていきたいと考えております。今期は4店舗、来期再来期6店舗出店していくという計画でございます。で、ちょっと、最後の最後です。3カ年計画でございますが、今期は480億、そして営業利益13億7千万、来期につきましては510億の売上高に対して17億6千万円の営業利益、そして、その次につきましては540億の売上に対して21億の営業利益。ぜひですね、営業利益率の改善、そして当期利益の改善、そして ROE 再び 10% 以上というものを実現させるようにですね、努力してまいります。16年8月期につきましては残念ながらですね、計画に達しないという状況でございましたけれども、その中でもって、100円ショップ事業の、まあ、あるべき姿というものを作ってきている。そして、まあ、海外事業、まあ、問題は発生してしまっているけれども、それについては対応策をきちんと講じているという中でですね、今期以降ですね、この計画を上回る状況を作っていけるというふうに、確信しております。ぜひ、まあ、今後どうなっていくのかまたご注目いただければ幸いに思います。少し長引いてしまいました。どうもありがとうございました。